はい、こんにちは、ニアです。ってことでですね、明日終了です。ガンコラ交換所がですね、3月22日23時59分に終了します。なのでね、このシグルズです。新キャラですね。はい、ガンコラの新キャラシグルズをね、取るべきかどうか喋っていこうと思います。確保するべきかどうか喋っていこうと思います。で、その後にね、他のキャラたちに関してもね、軽く喋っていこうかなと思います。で、喋る内容についてですね、基本的に、まあ、内容できるかと長持ちするか、で、まあ、交換すべきかどうかを判断していくっていう感じになっております。で、まずね、このシグルズ、結局ね、取るべきなのって話なんですけど、これですね、すごく判断が難しくてですね、人によってだいぶ変わってきます。まあ、絶対取れとも言い切れないけど、できれば取ってほしいって感じですね。で、今からですね、各形態でどんな感じなのか喋っていくんで、まあ、各自ですね、まあ、自分がどう当てはまるかに、あのね、考えてもらって、取ってもらったらいいかなと思います。で、まずシグルズなんですけど、これですね、変身前、これがですね、2ターンのスキルで、で、5コンボ加算なんですよ。で、あとエンハンスをかけます。これね、かなり強くてですね、2ターンで5コンボ加算でエンハンスなんで、内容は効かないですね。ただ、そんなにね、使用頻度が高くなるかって言われると、そうでもなくてですね。まあ別に、まあそんなにコンボ型2ターン置きにね、したいことなんて、まあそうそうないと思うので、まあそう考えると、長持ちというかそもそも使う場面が少なそう。でも内容は効かないって感じになってます。これが進化前の評価です。はい。で、続いてですね。続いてこちら。はい。究極進化ですね。これがやばくてですね。はい。5ターンのスキルで2ターンの間トゲドロップが落ちてくる。で、2ターンの間ダブル吸収ですね。結局ですね、シグルズ実装されてからトゲドロップが落ちてくるキャラはですね、一切、発表されませんでした。これだけですね。たったこいつだけです。で、これもですね、代用できるかっていうと、もちろんね、トゲドロップの目覚めが他にないので、できないっちゃできないんですけど、トゲドロップ振りすぎて、ほとんど実用性がないんですよね。まあ、トゲドロップを、ふたらせる状態にして、かつね、まあ、遅延とかかけるか、まあ、ゼロコンボするかでですね、ちょっとやり過ごすとかはできるんですけど、まあ、トゲドロップを完全に、ね、なくしてですね、そのまま突き進むことはね、なかなか難しいと思います。まあ、1コンボとかね、一列消しとかだったらまだいいんですけど、なかなかですね、これね、厳しい目となっております。はい。で、長持ちなんですけど、長持ちに関してはね、5ターン2ターンダブル吸収なんで、まあ十分強いかなと思いますね。はい。このトゲドロップにはちょっとやばいけど、まあ、5ターンで2ターンダブル吸収っていう面ではですね、使えるかなと思います。でもこれはですね、ダブル吸収で使うのとしたら、トゲドロップなしで5ターンでダブル吸収っていう意味で考えたらですね、代用はすごい効きやすいです。別にね、すぐ打てるダブル吸収なんてね、今、何でもいますからね。はい。いくらでもいるんで、まあ正直シグルズなくても大丈夫かなって、この究極進化の方に関しては、まあなくても大丈夫かなという感じになっております。トゲがね、ちょっと振りすぎるのでね。はい。って感じになってます。はい。で、続いてですね。続いて、はい、こちら。はい。このね、究極進化の武器ですね。こちら、封印、L 字2つに、泥鏡2個ずつと。で、5ターンのスキルで2ターンの間、トゲドロップが落ちてくるんで、2ターンダブル吸収となっております。まあ、これもね、同じです。まあ、封印、L 字2つでね、泥鏡2個ずつ。まずそんな強くない覚醒と。で、トゲドロップめっちゃ降ってくるし、で、ダブル吸収5ターンだったらね、別にね、まあ5ターン2ターンダブル吸収、まあ早いけど別に、まあこの武器じゃなくてもね、別にプラス2ターンすればね、レーベンとかいますからね、まあ別になくても大丈夫かなって武器です、これも。はい。で、続いてこちらの武器ですね。はい。養殖強化封印チーム HP チーム回復、2ターンのスキルで5コンボ加算とエンハンスですね。まあこれですね、まあスキルターンは、一応7ターンにもできます。スキルベマックスだと2ターンだけどね、7ターンにできます。まあ貯めたくない時は7ターンで使いましょうって感じですね。で、まず、覚醒が4色封印、チーム HP、チーム回復で、まあ、強いですね。はい。強いですけど、代用はこれだけだったら効きますね。この覚醒自体はスタメン採用される可能性はあるんですけど、まあ、代用この武器も効きそうです。はい。まあ、ただね、この5コンボ加算を使うとなると、ちょっと代用厳しめになってくるかなって感じですね。で、長持ちするかなんですけど、この武器自体はおそらく長持ちはします。でも、ずっと代用あると思いますって感じですね。突然こいつが代用なくなることもないので、まあ、余裕があればって感じですかね。って感じになってます。はい。ってことでですね、まとめますね。まとめるとですね、こちらシグルズなんですけど、本体だけですね、代用が厳しくて取っておきたいのは。はい。このね、本体のこの2ターンで5コンボ加算のこのスキル、これがもしかしたら人権化する可能性があるから、もしかしたらね、やばいかもしれないから取っといた方がいいかなぐらいですね。あとは、まあ、ちょこちょこ使えるけど、別になかったら絶対困るみたいなことはないかなと思います。はい。ってことで、シグルズは、ま、余裕がある方ね。今回特にですね、まあ、ガンコラは、弾がね、星6なんですよ。星6フェズ弦が弾なので、まあ、取りやすいと思うんでね、余裕がある方は取ってください。でもね、無課金ね、弾カツカツです、みたいな人はですね、全然取らなくて大丈夫です。という感じになっております。じゃあ、続いてですね、他のキャラたちについてね、軽く喋っていこうと思います。はい。最初から見ていきましょう。まず、ライザーですね。ライザースキブ8個持ってますね。まあ、それが強みって感じです。はい。で、一応ですね、この究極進化のね、このね、ダークライザーの方ですね。こちらがですね、7ターンで2ターンダブル吸収を打ってます。早いですけど、まあ別にこいつ使わなくてもいいかなって感じです。ダブル吸収の早いやつ持ってないとかだったら取ってもいいけど、まあ別になくていいかなって感じですね。はい。で、武器こちら、雲にチーム HP に攻撃キラーです。まあ、チーム HP とキラー武器。まあ強いけど、なくてもいいかなって感じ。はい。内容効くかなって感じね。
はい、で、もう一個の武器がたこ焼きに悪魔キラー、悪魔キラーに毒3つ。で、2ターンダブル吸収、7ターンのやつです。まあ、強いけど、これもなくても大丈夫そうかなって感じですね。はい、って感じになってます。まあ、欲しかったら取ってください。持ってなかったらね。で、続いて、はい、オメガです。オメガはですね、武器が強くてですね、はい、こちら、ランマルの武器だったかな。こちら 50% 以下にチーム HP2 つに列3つ。まあ、これがね、少しだけ強いです。少しだけね。はい、で、一応ね、スキルもですね、上下段に火やみつくってね、上に火作るんで、シバドラ撃ったら2列になります。まあ、そんな使い方することなかなかないと思いますけど、一応ですね、まあ、シバドラのサポートとしてね、覚醒も優秀だし、スキルもね、シバドラとしてもね、相性いいですね。50% 以下にもしてくれるからね。まあ、悪くないです。まあ、シバドラ持っててたまに余裕があって、オメガ持ってなかったら取ってもいいかなぐらいですね。他の携帯に関しては正直ね、だいぶ弱い、だいぶ弱いですね。はい。帯に、列4つに、指にチーム HP。まあ、弱くはないけど強くもないですよね。はい。で、本体に関しても、だいぶね、時代遅れの性能になっております。って感じです。はい。で、続いては、月読みですね。まあ、月読みに関しては、もう言うことなしでいらないですね。はい、これはマジで、はい、5ターンのスキル、まあ、弱いって感じでしょ。闇の方も、まあ、って感じですよね。2ターンのスキルで指とエンハンスかけて、上に水作るけど、まず水場使わないしねっていう話だし、他にもっといいサブいるよねっていうことで、まあ、この武器に使わないかなって感じ。で、武器2つですね。一応、水属性追加チーム HP に、無効貫通に泥鏡2個でね、水パの無効貫通場組むなら、まあ、あってもいいかなって感じだけど、まあ、水の無効貫通パネ組んでる人なんて多分、あれですね、ストライクガンダムのこの前のキャラを、まあ、めちゃね、使ってる人以外は多分いらないかなって感じになってます。はい。で、もう一個の武器も一応見ておきますけど、枝豆にマシンキラーに泥鏡4つにチーム HP です。まあ、いらないかなって感じですね。特にね、この枝豆なんかね、水で強いって言えばですね、切り身がいるんですけど、切り身は周回が早いんですよ。まあ、最近ゲルググにね、立場奪われたんですけど、ね、切り身が強いのは枝豆がないからですからね。はい。だから、この枝豆もいらないって感じです。はい。ってことで続いてですね。はい。続いて、ラファエルです。ラファエルね、結構面白いスキル持っていて、これですね。はい。本体がですね、8ターンで撃てる消せない場合の覚醒無効と HP を全回復激減スキルを持っています。まあ、ちょっと面白いスキル持ってるかなぐらいですね。このスキル自体はワンチャン代用効かない可能性があるけど、そもそもね、使う場面がすごく限定的です。まあ、持ってなくてたまに余裕があったら取ってもいいけど、別に無理して取る必要はないですね。はい。で、闇です。こちら。闇の形態が、まあ、これがね、7ターンで打てる指と回復力とエンハンス返して、6解除3色陣です。7、6リーダーですね。まあ、なくて大丈夫かなって感じ。はい。で、一応武器も見ましょうか。武器こちらですね。はい。スキブ封印雲チーム HP です。スキブ封印雲チーム HP に関しては、ワンチャン使うかもしんないよね。まあ、スキブチーム HP 雲の組み合わせだったら、10連ガチャとかいるから、この封印を使う場合ね、スキブ封印でチーム HP で雲。結構強いけど、まあ、なくても代用は効くよねって感じです。ワンチャンこれはね、でもね、あれですね。スタメン採用する可能性がありますね、この武器はね。はい。あ、じゃあ強いです。で、続いてこちらですね。はい。さあ、封印2個に 50% 以上に追い打ちに回復泥鏡と。で、スキルこれですね。8ターンのスキルで消せない場合の覚醒無効と HP を全回復激減です。まあ、ちょっと強いって感じですね。封印2個でこのスキル使いたかったらワンチャンあるかなって感じです。まあ、本当に限定的です、このスキル使うのはね。って感じになってます。まあ、本体のスキル、そしてね、こっちのね、はい、この武器ですね。スキブ封印雲チーム HP の武器がワンチャン使うかもねって感じです。まあ、もし持ってなくてね、たまに余裕があったら全然取ってもいいと思います。はい、ということで続いてです。続いてベルテですね。ベルテはですね、これですね、2形態あるんですけど、武器がないんですよね。で、木の、サブとしてですね、こいつはね、もう時代遅れで使えないので、ちょっと残念ながら今回は、まあ、なくても大丈夫かなって感じ。まあ、シンプルに可愛いから取るのはいいと思いますけどね。あと、持ってないから取るとか、ぐらいですかね。持ってないから取るか、可愛いから取るぐらいでしかね、多分取る人いないです。あとね、まあ、キパを組んでる人とか、まあ、いるかわかんないけど、キパ組んでる方は、まあ、取ってもいいかもしれないですね。はい。ということで次です。はい、終わりですね。これで以上です。ってことでね、参考になったらね、高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。